続けて聴いてください。 God Grace。いただきました。改めましてまいあいまいです。よろしくお願いします。はい、ツイキャストね、ご覧の方もちゃんとコメント残しててくださいね。後で見るんでね。はい、でですね、5月の記念日ということでね、テーマが私5月がお誕生日なんですよ。わーなのでね、5月といえばもう私の誕生日だこの野郎ということで、私がねつい先日バースデーライブをね配信だけで行わせていたんですけれども、その時の新曲の衣装です。はい、ちょっとね私の中では珍しくパンク寄りの衣装にしてきて、今までちょっとドレッシーなのが多かったんでね、新鮮なんですけれども、こんな感じでね、あとね本日お誕生日の方がもう一人、今日じゃなくてね、今月お誕生日の方がねもう一人、さっきも言ってくださったんですけど、美咲春さんがね、お誕生日好きで一緒ですねっつってめちゃめちゃお話してきました。あとですね、かわいそうに巻き込まれてしまったエオリンはような姿になってしまいましたけど、なんか私の行動をちょいちょい貸して、なんかみんながこう寄せ集めてなんか貸してたらああなってしまったみたいななってしまってね、ごめんねっていう感じでね、今日もね、よりどりみどりな感じで皆さん思い思いの衣装で着てますけれども、はい、
で、あのね、バースデー、この間やったバースデーライブがまだあの YouTube でアーカイブが残ってて、多分ね一生見れるんですよ。はい、なので、ね、それもぜひあの見てもらえたら嬉しいなっていうのと、あと今日の夜も私あの YouTube ライブで配信をね、あのね、そう一人でやるんですよ。そう、一人で配信を今日も YouTube ライブでやります。最近あの本当配信が多いので、私大体毎週木曜日か、まあ、あの木曜日できない日は別の曜日にちょっとやってるんで、よかったらね皆さんのチャットにぜひ、みんな YouTube 好きでしょ。なんでね、ぜひチャットに遊びに来てください。はい、あとね、今年のバースデーで出した新作の物販と CD があるんですけれども、物販がね、1個がアクリルスタンド出したんですよ。アクスタですよ、夢のアクスタ、オタクが大好きアクスタ、はい、二条座がね、二条座族が好きなんですからね、まあ、あのちょっと恥ずかしながら自分の実写の10センチぐらいのアクスタを出すんで、あの、ね、予約受付中なんで、これね30個限定なんで、ぜひちょっとね、あの私を持ち歩いていただいて、ラーメンとかに部署で写真撮ってください、ぜひ。ちょっとラーメンは嫌だな、でもまあなんかね、お寿司とかお肉とかと一緒にこうやって並べて、はい、今日もマイホームだとご飯食べに来たみたいな、そんなん並べて、ね、撮ってほしいんですよ。なのでぜひ予約お願いしますということで、はい、あとねコスロムを出します。はい、コスロムはいろんな、まあ、創作とかあの半径コスロムをしてて、100枚ぐらいよりすぐったものをちょっと出そうかなって思ってるんで、それも詳しくは私のツイッターの方から飛んでください。はい、で次に最後に歌う曲が、新しい曲、新曲になっております。またねちょっとね難しい感じの曲なんで、あの手拍子とかがすごい大変かもしれないんですけど、ちょっと一緒に頑張っていこうね。私もまだ探り探りなんですけど、ちょっとね、あのぜひ皆さんに今日フルで歌うんで聴いてもらえればいいなと思います。イエイ。はい、じゃあそんなわけで最後の曲です。聴いてください、 Shout out to world。
で、まゆまゆでした。ありがとうございました。はい。では、はい、続きましてね、はい、お誕生日おめでとうございます。まゆちゃんでーす。はーい。皆さん、手を挙げてください。まゆみです。気を利いてお願いします。音写真に乗らないから。カウントダウンさせてください。5秒前。4、3、2、1。はい、じゃあ終了させてください。ありがとうございます。